これは今回購入しましたマッスルチャックですね。もうこのマキタのルーターに取り付けてありますけども、まあこれがオリジナルのあれですけどから、これを取り付けると12ミリぐらいちょっと高くなります。このここはですね、まあそれでこれを1回取り付けてしまうとビットの交換はですね、これを緩めなくてこれを緩めるんですね。これを回せば脱着できるということで、まあビットの交換が非常に簡単に早くできるというのが特徴ですね。まあこれはもう一つそれ以外にシンブレを減らすように調整できるという機能もついています。それについてはこれから説明します。これはルーターの主軸のシンブレを測定するために設定しています。ルーターは万力で固定して、こちらのマイクロメーターの方の台もクランプ で作業台に固定しています。それでこの先端がこの内側のここ外側ネジ切ってありますので、内側のネジの切ってない方に当たってます。それでどれぐらいずれるか軸を回して測ってみたいと思います。このメモリはゼロに合わせてあります。じゃあ回してみます。ちょっと動きましたね。半メモリぐらい動きましたので、この一メモリは 0.001 インチなんですね。換算しますと 0.001 インチっていうのは 0.025 ミリですけども、半分ですので、その 0.254 の 0.0254 の半分 0.0127 ですね、 0.013 ぐらいですか、ということになります。まあかなり精度よくブレが少ないですね。これはまあマキタの HA3600HA というルーターです。これはこの黒いのはオリジナルのマキタのチャックです。で今回購入したマッスルチャック、これを取り付けました。まあ、これ一回取り付けてしまえば、まあ、ビットの脱着はですね、こういうふうに刺して、横からレンチでこう回すだけと。これで、OK っていうことですね。で、外すときはもちろん緩めて、簡単に取れると。まあ、この空気が、抜けないで精度よく入るので、こういうふうにバネ、空気バネみたいになって返ってきますね。まあこれで取り付けました。それでこれの精度を付けた状態での精度をチェックして、取り付け方、このチャックの固定の仕方でシンブレを少なくすることができます。もちろんこのルーターの自体のシンブレは 0.013 ミリぐらいでしたから、まあ、それにできるだけ近づけたいんですけども、ちょっと測ってみます。これで回します。プラス5マイナス6ぐらい、11ぐらい動きますね。11か12メモリぐらいですね。これはこのマッスルチャックの取り付け方、角度を90度ずつ変えていって一番小さいところを探すということになってますので、その通りやってみます。このルーターのネジの部分のここにマジックインクで印をつけてます。これに対して
上のチャックの取り付けるこの位置ですね、これの位置を回していくということですね。ですからちょっとここへ印をつけておきます。こんな感じですね。これでとりあえずまず90度回してみます。このネジを緩めて、それでどうなるかですね。ここの下の方のマジックインキがついてますが、この上の方のマジックインキの位置を90度ほどずらしました。こうですね。さっきはこれが一直線に並んでたんですけど、今90度ほど回転させました。これでブレを見ますと、あんまり変わんないですね。さらに、この下のこのルーターの軸の印に対して、180じゃなくて170度ぐらいのところにこれを持ってきました。こうするとかなり改善されました。先ほどは12メモリぐらい動いてましたけど、今5メモリぐらいですね。ルーターの軸を今回してますけど、5ぐらいですね。こちらが0でここ10ですので、この半分で 5メモリぐらいしか動かなくなりました。この状態でもうチャックを外さずに使うと、脱着はもうこのネジでやるだけですので、このマッスルチャックというのはこのように芯ブレをですね減らす調整をすることができるようになってます。これが特徴なのと、一つの特徴であるのと同時に、もう一つは脱着がビットの交換が非常に簡単にできるということですね。